山本義信の最新の表情。嬉しそう。よかった。あの青ざめた顔が消えた。パドレス戦はこの世の終わりみたいな顔してたのに。全てを手に入れた男。人生かける前の方が可愛かったよ。タイパドレス最終戦の負けるんやろなあかんすこやった。当分は人生かけられなくて済むし、優勝請負人やぞ。英雄やろ。人生をベットして全てを手に入れた男。生きるだけの実力あるわこいつは。今日人生をかけた登板してたかもしれないんだよな。天国か地獄だったよな。第5戦負けてたらドジャカスに袋叩きだったと思うと視線を超えたよな。人生かけた結果メジャーリーガーなら誰もが人生をかけてでも欲しがるもん手に入れたんだし、そりゃこうなる。しばらく人生かけられることないんやから、そりゃホッとするやろな。正直第6戦の山本見たかった。常人を遥かに超える結果出した人間の生きりは許される。入団前に比べたらアンチ減ったよな。人生をかけたギャンブルに勝った男。人生をかけた男の表情。この体で156ポンポン投げれるんだからすごいよな。まあいつってもええくらいの結果残したからな。あと1年近くロバーツにチップ扱いされなくて済むからな。解放された人質の表情や、人生をかけ勝った男の顔だな。パドレス戦は人生で最高のヒリヒリを味わえたやろ。ほんま勝ててよかったな。そういえば怪我は何やったんやろな。ほんまやったらあかんとこなはずやけど。人生かけられてなんか変わったよな。楽しそうでよかった。山本パドレスとダルビッシュさんが俺を強くしてくれた。来年普通に活躍したら日本人史上最強の投手の座はダルか山本のどっちかが議論されるな。人生をかけて勝ったら相応の報酬が返ってきた男。ワールドシリーズの大一番で6回1失点できる投手が生きらなかったらただの嫌味やろ。少なくともワールドシリーズであの投球できたならやっていいきりですわ。人生のピークに到達した感あるな。人生から解放された表情。